何を買うの？お前がまず、お前200万のピアス。それは別にいい買ってもいいけど、それは別にいい買ってもいいけど。あのもんじゃー。あのもんじゃー。こんにちは。あるある言わない。スーツ2回寝起きか2回ぐらい切ってクリーニング出す寝起きか。あ、まあまあまあ人によるけどね。はい、と後ろに行くんと、ジェスティンと、まあ寝起きじゃない、じゃあ劇的ということで全員寝起きです。ここよく来るよね。今日はスーツを作りたいらしい大輝が、うん、なるほど。だからなんかついでに俺も作ろうかなっていうので、あ、いいよいいよ、じゃあもう動画撮っとこうかみたいなね、いいよいいよ、面白いんかって話ですよね。まあとりあえず行ってみよう。まあリックには後で高いネックレス買わせるんだけどな。寝起きドッキリ風にしなくて、思い出した、これにしよっかな。これ、あ、可愛いっすね。どう、似合うかな。どう、うん、いや、下すぎるよ。どうですか、スーツ。いや、もういい。俺はまあスーツ好きちゃうんよね。持っててそんなせんと思うけどね。いつ着るんでちか、たまに着たくなったりとかするんじゃないの。ならないよね、それは。あと靴どうすればいいと。靴はもう、これ言い訳だ。いや、それダメダメダメ。これで、まあ、ちょっと試着してくるわ。買いましたね。買いました。14万2000円でした。ああ、まあ大体、まあ安い方かな、スーツだったらね。3、40万とかいろいろあるんで、大体スーツ買うの俺が。お前くれった。俺も同じぐらい。はい、ということで次行きましょうか。どこに行くんですか？今日は青山の方に。青山？はい。青山、今仕事なんですよ、僕。暇じゃない。いやいや、大丈夫。1時間ぐらいで終わる。いやいや、長い。いや、りっくん。ハリーウィンストンを買う。いや、もう持ってるんや、時ということで、りっくんもハリーウィンストンを買うのために、南青山にいる、レッツゴー。いらないって。ないよ、金。何が？持ってきてないよ。持ってきてるよ。え？俺が。ああ。俺、クレジットカードしかないわ。クレジットカードある？じゃあ大丈夫じゃん。持ってるもん、時計。え？時計じゃないってネックレス買う。持ってるやん。60万っす、これ。それ2倍のやつか。いや、高いって。え、この間いいっつってたじゃん。ん？じゃあ、この間のリプレイをどうぞ。何を買うの？お前がまず、お前200万のピアス。それは別にいい買ってもいいけど。それは別にいい買ってもいいけど。ほら、言ってるじゃん。買ってもいい。じゃあ、タクシー乗りましょうか。とりあえず、いや、行ってもいいけど、絶対買わないよ。だから行ってみよう。いや。行ったことないやろ、ハリーウィンストン。ないっす。これあるよ、何回も。なんか変な感じなんですか。変な感じとかじゃなくて、俺はどういうのが置いてあるか知ってるわけ。あー、なるほどね。だから一回見ましょうよ、なんか。だから一回見ましょうよ、じゃない。もう何回も見ましたでしょうよ、なんか。いや、買わないなら買わないでいいっす。とりあえず見て、買いたくなっちゃうから。どうすがらないな。なっちゃうんや。買わない、絶対買わんよ。はい、着きました、ここ。うわぁ、山本さんでーす。しゃれとね。博多にこげなとこなかばい。おい、めちゃくちゃ博多弁使うよ。博多にこげなとこないんよ。もう全部ハイブランドの。いや、もう買わんばい。俺、ハリウィンストンどこあるか忘れちゃってさ。あぁ、忘れちゃうぐらいだもんね。バーバリーもありますね、あそこに。バーバリーもありますね。全然迷子になってるやん、表参道で。おい、バカバカ、通り過ぎてる、通り過ぎてる。何回も来てるんですよ。何回も来てるからこそ、うわ、すごっ。てかね、すごっ。てかさ、ハリーってさ、光り方ってすごいね。高いな、時計。847万。お前もハリーにしないよ。いや、847万か。高いよ。このあの、ゴールドのやつ。はい、つけるだけっすからね。別に買うか。だけ座って、座らされたら。これ買いたくなる椅子だから。なるほど。まあ一応、座ったけど、別に無理やり買わせようじゃないですか。無理やりやろ。いやいや、だって買わないでしょ、絶対。買わないよ。絶対買わないでしょ。買わない。うん。あ、めっちゃ可愛いわ、マジで。やっぱこうやって見るとすごいっすね、ダイヤ、これも。確かにね、一応ダイヤやけど、ね、これも。だつけてると忘れません、高いの。忘れるよ。あれ、ちょっと買おうかなって思ってます。じゃあ、ください。え？え？買うんかい？え、早っ。買いましょうか。あ、急いでください。急いでか。時間ないからね。てか入って10分ぐらいで買ってますよ。いくつか。早っ。早い。リフト
とさ、え、あ、これ勝ったよ、勝ったよ。いや、ちょちょ勝った、ちょちょ、え、あ、ピアスと、え、いやいや、大ダイヤ買ってるやん、結局近いって、いくらこれ、近いって92万おい、このピアスは45万しっかり超えた700。お前つけてるよね、お前。いやいや、お前割り勘で買っちゃった割り勘でリクトさんと一個ずつハリー・ウィンストンのピアス買っちゃった変なノリで。これだから25万ずつだよね、25万ずつ大体ね、約ことでね、やっぱりね、こう見ちゃうと買っちゃいました ね俺もだってなんかリックンが高い買い物してんの見てて、俺もなんか買いたくなって買ったもん。さっきなんかさ、絶対買わんよって言ってなかった。ゆかちちいかんだけがってまあでもね、今日150万ぐらい使ったの、スーツ合わせて。そうですね、おめでとうございます。いや、やばいやろこれから仕事だから、リックン。そうよ、俺休みだから帰るから。俺仕事だよ、うん、バイバイ。帰るね、俺タクシーで帰り。どうした